この番組は肌専門家吉田千春がお届けする美容情報はもちろん、こだわりを持ったゲストトークから魅力的な情報など役立つ内容をワンパッケージにしてお届けしております。本日は、肌専門家吉田千春による、UV 紫外線ですね、紫外線のことについてお話ししようと思ってるんですけども、その前に、つい最近ちょっといろんな方に話を聞いて、自己紹介のところでもうちょっとインパクトを出したらって言われて施術人数を数えてみたんですけども、なんと2000人超えてました。それだけの人数の方がいろいろ私に関わってくださって、データであったりだとか、肌の臨床っていうのを見させていただいたことにすごく感謝だなっていうふうに思っております。でこれからも、お肌で悩まれている方、いろいろなお肌の状態を見させていただけたらなと思います。では本日は CM の後、動画の方でもまた見ていただけますので、CM の方どうぞ。紫外線のことでまたお勉強させていただけるということで、はい、サポーターとして参加させていただきます、やさみこです。よろしくお願いいたします。はい、今日もまた自撮り棒でやってきましたよ。例の上から撮りで、はい、撮りながら一生懸命描いてきました。はい、でもやっぱり前回も分かりやすかったです。あ、本当ですか。はい、ね、関先生がこの間ゲストで来ていただいたじゃないですか。はい、で関先生からのご意見で、あれはすごいねっていうふうに、すごいです、褒めていただけたんですよ。何がすごいって、肌の構造の描くスピードが速いすごいと思いました。何百回、どれぐらいかな、もう何千回ですよね。多分書いて説明してると思うので、ペペペペペペでしょ、かっけーと思いましたそう、それも今日もまたちょっと肌の図書いてますので、はい、ぜひ見ていただけたらと思います。はい、そしたらまず VTR で撮ってきてますので、はい、そちらの方をご覧ください。はい、はい、どうぞ。では本日は紫外線の基礎知識、太陽と光、肌に届く紫外線についてご説明していきたいと思います。皆さん紫外線聞いたことあると思うんですけども、この紫外線っていうのは3つの種類に分けられてて、波長が長い短いで変わってくるんですね。で、まずこの UVC と言われるもの、あまり耳にされることはないと思うんですけども、基本的にオゾン層で吸収されるので地表には届かない紫外線になってきます。でこちら BA っていうのは肌にの影響を与える紫外線となってきます。まずこちらの紫外線の、UVB に関してなんですけども、こちらの B に関しては紫外線の中でも約1割と言われるほど量は少なく、降り注いでいるんですけども、お肌の作用にとってはものすごく強い影響を受けてたりするんですね。で、UVA こちらは紫外線の9割を占めているものになります。で、こちらの9割の紫外線なんですけども、雲があったとしても物質をすり抜けることができるので、全体的に、紫外線が降り注いでいるっていうふうに言われています。で、まあ紫外線であったりだとか、こういった、可視光線だとか赤外線、そういったものがあるんですけども、今日はこの紫外線のところを特化してご説明していきたいと思います。でまずこの紫外線が強い季節っていうのは皆さんなんとなくお分かりだとは思うんですけども、季節はだいたい4月から8月にかけてが一番ピークにどんどん紫外線が強くなってきます。ただし、特に気をつけていただきたいのが5月6月特に梅雨が降っている時とか雨が降っている時で、雨が降った後の天気の時などは紫外線が特に強く感じられますので、そこは意識される必要があると思います。で、あと時間帯にしては、10時からだいたい2時3時って言われるんですけども、の間が紫外線が特に強い
というふうに言われています。で、お肌に受ける影響なんですけども、はい、紫外線の、B 波、 B っていうのはお肌の届くところっていうのは表皮まで届いています。ここには何があるのかっていうと、メラノソイト、おシミを作る細胞組織ですよね。細胞がずらっと並んでて、何個かにこうメラノサイトがあるんですけども、このメラノサイトに刺激を与えるとチロジン、シミの元を作って、これがおシミになっていくんですけども、これが全体の1割、ものすごく強い、紫外線と言われてます。で、DNA を傷つけてしまったりだとか、あとは、シミの原因だけではなくて生体への影響っていうのもものすごく強いというふうに言われてます。で、あとこちらもう一つが A 波ですね。この A 波はもう一つ下、表皮よりももう一個下の真皮層まで力が降り注いでるんですけども、ここには何があるかというと、お肌の張りとか弾力を作っているコラーゲン層、そこのところに A 波が届くとコラーゲンがブチブチと切れてしまい、そこからシワ、たるみ、老化、そういったものにつながっていってしまったりとかするんですね。で、この A 波っていうのは全体の9割がこちらの老化すると言われる光になってきます。ですので、よく若い頃に火に焼けてたとか、海にずっといてるとか、農家をずっとされている方のお肌っていうのはシワたるみが深いっていうのがこの辺が原因と言われているものになります。で、またもう一つ A 波が怖いところになるんですけども、 B 波でメラニンを刺激して、そこでチロジンが出てシミの元が出て、それが上がってくる時に A 波を浴び続けていると、それを酸化しシミっていう風に肌表面を黒くさせるっていう影響も起こしたりとかするので、そこで必ず必要となってくるのが UV 剤ですね。で、皆さん UV、 紫外線カットっていうのをね、紫外線特に気をつけていただいている方も多いと思うんですけども、そこで UV を選んでいただくコツであったりだとか、ちょっと豆知識的なものをご説明していきたいと思うんですけども、紫外線カットするもの、 UV 剤見ると SPF と PA っていう表記見たことがあるかと思うんですけども、この SPF っていうのは、主にこの B 波をカットしてくれるものと思ってください。で、 PA はこの A 波をカットするものと言われてます。だいたいこの SPF、まあ、去年一昨年ぐらいかな、 SPF 一番強いので50が出たんですけども、20から50ぐらいまでの数値があると言われてます。で、PA は、プラスから4プラスまであるって言われるんですけども、だいたいプラスが1つであれば、何も塗ってない時に比べると2倍から4倍カットする力があるって言われます。で、2プラスになってくると4倍から8倍で、3プラスで8から16倍で、4プラスになってくるとそれ以上と言われてるんですね。で、プラスが大きくなればなるほど紫外線の A 波をカットするっていうことができるようになってきます。で、 SPF も数値が高くなれば高くなるほど B 波をカットするっていうことができます。で、この数値のところなんですけども、この数字、この B 波に関しては SPF1 は20分っていう風に時間の単位になってきます。ですので、例えば今ご自身で使っている UV 剤確認していただいたらいいんですけども、 SPF40 の、UV 剤を使っていらっしゃる方であれば 40×20分になってきますので、800時間ですね。これを直すと13時間ぐらいですかね。
時間カットしてくれるよっていう風なものになってきます。先ほども少し言ったんですけども、数値が高ければ高いほどいいっていうわけではなく、普段の生活習慣であったりだとか使う場所によって数値っていうのは変えていただいた方がおすすめになってきます。例えばこの SPF の PA とかを数値を上げようと思ったら、いくらでも、科学的なものを入れれば上げることができるんですけども、そこに入れていくものっていうのが、UV 剤でも大きく分けて吸収剤と呼ばれるものと散乱剤と呼ばれる、この2つの UV のカットする、成分っていうんですかねが入ってるものになってくるんですが、シーンで選んでいただきたいって先ほどもお伝えしたように、こういった科学的なものが増えれば増えるほどこの pH だったりだとか数値っていうのがどんどん増えてくる状態にはなるんですけども、あともう一つ、メリットデメリットっていうのもあって、吸収剤と散乱剤で、さら特に紫外線をカットするのが強いのはどちらかっていうと吸収剤の方が強くなってきます。でお肌にとってどっちが優しく紫外線をカットしてくれるのかってなってくると、散乱剤の方がお肌には優しくなってきます。で、基本的に吸収剤っていうのは油分でできていることが多いので、油で使ってくるとやっぱりヨレの原因であったりだとかムラになりやすくなったりしてきます。散乱剤の方はどちらかといったら白くなりやすい傾向になったりだとか、その辺も出てきます。しかしこちらの方は油が入ってない分よれにくいので、塗り直しが基本的にあんまりいらないとも言われてるんですね。まあ、そういったデメリットメリットっていうのがいろいろあるんですけども、まあ吸収剤に関してでしたら、クッションがここに UV を塗ったとしたら膜が出てるような状態ですよね。で散乱剤がここに分子が入っててお肌表面に塗ってる状態になると、吸収剤の場合は、紫外線が、バンと当たった時にこれを熱エネルギーなどに変換して紫外線を放出、カットしていくような状態になるんですね。で散乱剤の場合になると、散乱剤は肌の、この散乱剤に当たって、散らすっていうんですかね、払っていくっていう風な感じで、肌に紫外線が浸透するのを防いでくれるっていうものになりますので、ここから見てもお肌に優しいのは散乱剤っていう風に、思っていただけるのではないでしょうか。はい。で、こちらの方を選んでいく時なんですけども、普段通常の生活、いうとき普段の生活でいくと SPF の10で PA であればプラスが普段の生活で一番、安心して使っていただける数字になってきます。ただこれにプラス太陽の下にいている時間が少し長くなったりだとか、ちょっと軽めのレジャーであったりだとか、そういったことがされる場合であれば SPF10 から30のものを選んでいただいて、 PA は2プラスぐらいのものを選択していただくのをお勧めしたいと思います。で、あとは長時間ずっと炎天下にいてる、外にいてるとか、レジャーであったりだとか山に登るとか、あと雪山とかですね、そういった時は SPF30 から50ぐらいで、 PA にすると2プラスから3プラスぐらいのものをセレクトしていただくといいと思います。で今、一番強いと言われる SPF50 とか、まあプラス1から4プラスであるんですけども、この分に関しては、もう本当に極限に紫外線を常に浴びるであったり、海外とかレジャーとか日本の紫外線とはもう全然比にならないぐらい強い
紫外線を浴びる場合はこれぐらいの数値を選んでいただいたらいいと思うんですが、ただ数値が強くなればなるほど肌への負担は大きくなる。ですので、敏感肌の方であったり、肌があまり強くない方に関しては少し優しいものを選んでいただく方がいいかと思います。はい。で、こういった紫外線をカットしながら、散乱剤か吸収剤どちらか選んでいただき、肌の状態であったりだとか普段の生活、レジャーを行くとか海に行くとかっていうので使い分けるっていうのを意識しながら、紫外線のケアっていうのをしていくんですけども、そこで特に負担をかけずに今、すぐにこの日焼けした日に当たった紫外線を当たったっていう時っていうのは活性酸素がたくさん出てる状態になってますので、それを毎日消去していく、常にリセットしていくっていう意味でお家でのケア、高濃度の本物の水素を使っていただくことでリセットしていくってことが可能になってきます。では本日は、紫外線と UV の選び方をご説明させていただきました。すごいです。すごいですか。わかりやすいです。わかりやすかったですか。わかりやすいです。なかなかね、 SPF って何っていうとかね、うん、PA って何っていうところ、はい、知らない人多いですもんね。多いですね。ただもう数値が高ければ本当にってね、おっしゃってたみたいに。そうなんですよ。高ければ高いほど紫外線はカットするんですけども、うん、その分化学物質がいっぱい入ってくるんですよね。そうですよ ね, ね。で、あの数値が時間に関係してるっていうのも知らない人多いですね。そうですよね。時間のところ、うんうん、ね、SPF1 が20分になってくるので、うん、自分の今使っている SPF が何ぼかっていうのを見てもらったら、まあ今回例で出したのが40っていうのを出したんですけど、はい、20の人もいれば、うん、まあ、今 SPF50 っていうのをね、はい、使ってる人もちょっと増えてきてるので、うん、普段の生活ではね、うん、ちょっと強すぎるんじゃないかなっていうふうには。そうですね。ただなんか日常に入ってくる会話とかを聞いてると、やっぱりもう紫外線イコールシミって思うので、じゃあ数値の高いので防げばっていう、もう単純にそこをつなげちゃうんですよ ね、うん、そう、正しいになってくるんですよね。正しい、やっぱり肌って皆さん敏感な人が意外と多いの で、 で、ね、で UV 塗ってなんかカサカサしてしまうとか、うん、赤くなるのよっていう人も結構多かったりするので、うん、そういう方はちょっとあの数値が低いものを選んだりだとかね、うん、そういうのでちょっと気をつけていくっていうのをね、した方がいいんじゃないかなっていうふうには。ね、うん、一応私もあのもう春ぐらいに入ってくると日が差したりとかっていうのもするんですけど、うんうん、はい、それだけじゃ弱い、ね、どうしても日傘防止っていうのは地面からの照り返しがあるので、はいはい、下からだったりだとか、うん、ガラスに反射したものだったりだとか、はい、そういったもので、うん、あの紫外線浴びてたりとかするんですよね、はい、そう、それをカットするにはやっぱり自分の肌で守っていけるようにもね、うん、しときたい。ただそれでも UV が濡れない人、はいはい、っていうのは、うん、やっぱ肌が敏感で使えないっていう人は、うん、メディティア使っといていただくと、その、一応、まあ、弱いものにしても、うん、使ってもその後のちゃんとケアが、ね、必要なんですね。やっぱりあの毎日のリセットをしてあげるっていうのをしとかないと蓄積されていくので、うん、あの動画の中のお話でも、うん、まあ、これも動画なんですけどねVTR での、 あの、はい、お話でも、うん、話したんですけど、A 波と B 波っていうね、はい、紫外線があってっていうので、うん、B 波っていうのはもう本当に、少ないんですけども、はい、メラニン、メラノサイトのところを刺激してしまって、はい、シミが出てしまうんですけど、うん、そのシミが出たのが常に A 波、全体の9割の紫外線の A 波が当たることでシミとしてぼわっと広がってしまうっていうのがあるので、やっぱりケア、ね、うん、そもそもその紫外線に種類があるっていうこと自体、そうですよね、知らない方がほとんどだと思います ね、 ね、今日学んでいただけたでしょうかね。です ね、 ね、で室内とかにいる時あるじゃないですか、うん、まあ、お外いる時はね結構塗られる方多いと思うんですけど、はい、室内でも結構入ってくるんですよ ね、 そうそうそうね、特に、A 波っていうのは物質を通り抜けるって言われるので、うん、ガラスであったりだとか、うん、曇りの日とかでもね、うんうん、雨が降ってても紫外線って降り注いでるんですね。 あ、 ね、あの VTR の中でね、梅雨の時期っていうのね、はい、結構、うんうん、あのサボっちゃいがちなんですけど、絶対皆さんそこね、うん、あのついついっていうのがあって、うん、雨が降って
ってるから、まあいっかっていうのでね、はい、ならなかったりするんですけども、それでもやっぱり紫外線浴びてますのでね、晴れの日に比べて雨やったら 30% ぐらい言われるんですよね、はい、そう、じゃあもう曇っていても、はいね、そこはしっかりとしていただいて、その代わりしっかりする分何かしらの負担はかかってるので、 その後のケアで、まあ、どういうのがおすすめですかね、そこでやっぱり水素、はい、水素、うん、水素って言ってもやっぱ本物の水素を使ってほしいので、うん、私はあのメディケアを推奨させていただいてるんですけども、はい、それで還元するっていう役割になってくるので、はい、毎日の日焼けしたりだとか、うん、肌表面に出てしまったトラブル、活性酸素を消去するために使ってあげることで、敏感肌の方であったりだとか、アレルギー肌の方であったり、まあ、特にシミが気になさっている方であったりだとかね、そういった方なんかでも安心して使えるもの。あのまあ、今までにねこの番組ご覧いただいている方は結構ね、はい、いろんなお言葉を覚えていてくださっていると思うんですけど、はい、今回初めて見た方のために、はい、還元ってそもそもどう？そうですね、還元っていうのは、はい、元に戻す、元に戻すっていうものになってくるんですね、はい、なので、まあ、酸化還元っていうものになるんですけども、酸化するっていうのは、まあ、紫外線浴びるのもそうですし、あとは、食べ物からでもそうですし、で、こういった電磁波とかね、あと空気が悪いところにいるであったりだとか、あと今ちょっと安易に薬飲みすぎの人も多いんですよね。そうですね、頼っちゃいますもんね。ちょっと頭が痛いって言ったら頭痛薬、生理痛がって言ったら痛み止め、でその薬を飲むことで体内に活性酸素がバッと出てしまう、でそれで肌トラブルを起こしたりだとか、あの病気の障害を起こしてしまったりだとかね、うん、するので、そういったものも、結構ね昔に比べてちょっと効果が強いものも薬局で手に入るようになってしまったんですね。びっくりしますよ ね、うん、ですよね。今までやった薬剤師さんなり病院の先生が処方しないと出せなかったのに ね、うんうんうん、ね、それは安易に飲みすぎちゃうとやっぱりね、 その症状は収まっても別のところでね、問題が。薬っていうのは薬、反対から言うとリースクっていうふうに、すごい今ここで出ますよ、出ますよ、ここね、リスクがあるって言われるので、まあ、自分の体に入れるものなので、それがどういうふうなリスクがあるのかっていうのは知って飲まないといけないんじゃないかなとは思いますね。で、まあ、知って、まあ、その後にどう対処したらいいかっていうのまでね。絶対飲むなとは言わないんですよ、やっぱり飲まないといけない病気もあるので、それでちゃんと感知させて、その後ずるずるちょっとしたことで飲まないようにするっていうのは心がける、まあ、そういうふうな形で酸化してしまったものを元に戻しましょうっていうのが還元する、なのでその還元する力っていうのが強いのがやっぱり水素と言われるんですね。で特にその水素っていうのは体内に入れることで活性酸素と結びつくと無害のお水になって排泄ね、それがね、嬉しいですよね。だからリスクがないんですよね。ねで、その、 塗るものに関してはメディティアっていう。そうそうそう。で、あと、ジャールさんのサロンの方ではね、吸入も。そうですね、吸入もしていただけますし、お家でも水素を取り入れた方は水素サプリっていうものを使っていただけます。使えるんですね。はい、まずそしたら、まず行っていただいて、直接ご相談、詳しくね、はい、お聞きしたい方は、ジャールさんのところに行っていただいたり、はい、あとはね、セミナーとかされてらっしゃいますので。そうですね。はい、そちらの方に帰宅していただきたいなと思っております。はい、はい、ありがとうございます。 CM の後、そうですね、はい、CM の後は、また近藤よしみさんのお肌の方を、お話聞いていきたいと思います。はい、はい、では CM の方どうぞ。スタジオセブンカラー、駅近でアクセス超便利な多目的レンタルスタジオ、歌やピアノのレッスン、会議、懇親会などなど、壁一面鏡張り、ピアノ音響設備も常備で、さまざまなご利用に対応。地下鉄御堂筋線西中島南方駅から徒歩30秒、入会金年会費は無料、さらに備え付け設備がなんと0円で利用可能。お問い合わせはこちらまで。ホームページはスタジオセブンカラーズで検索。スタジオセブンカラーズ。皆様こんにちは、ナースよしみの体の秘密綺麗の秘訣の近藤よしみです。第14回目は10回目の施術についてお話しさせていただきます。10回目の施術は90日目となります。約3ヶ月が経過した頃になります。この時の実感としては、以前だったら体調が悪かったりストレスがかかったりして肌荒れをよく起こしていましたが、今は
ほとんどすぐに治るようになりました。赤みも日に日に引いてきて、毎日のお手入れが楽しくなってきました。10回目は千春さんが出張のため松本チーフに初めて施術をしていただきました。松本チーフの施術はとっても優しい感じです。そして丁寧にお肌を触ってくださいました。施術中もたくさん私の話を聞いてくださったり、プライベートのこともお話ししたり、松本チーフのことも教えてもらったりして、とっても楽しかったことが覚えています。そして前回旦那さんが私のお肌が綺麗になって喜んでくれている姿を見ることができたり、周りの方からも良くなってきているね、綺麗になってきたねって喜んでもらえたりして、私は本当に生きていてよかったって思いました。そして千春さんに出会えてよかったってずっと思っています。これは今でも思っていることなんですが、どうやって恩返しをしていったらいいのか、そんなことも優しさあふれる松本チーフに相談していました。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。そして今回のワンポイントアドバイス、前回私の生理はハッピーデーですとお伝えしましたが、実は自然な生理に戻っていくとハッピーデーになるんですよ。生理がブルーデーで生理痛があるということは、実は体からのメッセージなんです。このままの生活を続けていけば病気になっちゃうよって教えてくれているんです。生理痛があってお薬を飲んで対処している方も少なくないと思いますが、自然な生理に整えるとお薬もいらなくなっちゃうのです。ではまた来週。はい、今回は近藤芳美さんのお肌は90日目のお肌になってました。この時ちょうど疲れが出てたりだとかストレスとかもあったお肌になります。また来週も、いろいろと皆様のお話を聞いていきたいと思います。では次回もお会いいたしましょう。ありがとうございました。